ボクスティとは、主にアイルランドの北部地方である、アルスター地方において、伝統的に作られてきた主食材として、ジャガイモを用いる料理の一つである。ただし、実際に食べる際には、ボクスティ単独ではなく、他の食品が添えられる場合もある。ボクスティは、まずジャガイモの皮を剥き、芽の部分を除去する。ジャガイモの半分は、茹でることにより、柔らかくしておく。その間に、 残りの半分のじゃがいもをすりおろしておく。茹でて柔らかくなったじゃがいもをつぶしてバターを適量混ぜ、そこにすりおろした残りのじゃがいもを水気を切らずに投入して混ぜ込む。さらに少量の小麦粉も加え、また適量の食塩と胡椒も混ぜ込む。少量の牛乳を少しずつ入れることで生地の硬さを調整し滑らかな生地になるようにする。 何らかの油脂を引いた鉄板、またはフライパンなどの上で薄く広げた生地の両面を焼くことで完全に生地の内部まで火を通す。以上でボクスティとしては完成である。なお、焼き上がったボクスティは皿に盛り付けるわけだが、この時に場合によっては他の食材も一緒に添えて供する。アイルランドにおいてボクスティはハロウィンの際に供される。 ジャガイモ料理の一つとして知られている。ただし、ハロウィンの際にアイルランドで供されるジャガイモ料理としては、他にコルカノンがあるように、あくまでボックスティはハロウィンの際に供されることのある料理の一つである。また、アイルランドの特に北部において、ボックスティはハロウィンに限らず食べることもある料理の一つでもあり、例えば、アルスターフライの一部として、ベーコンの油で焼いた、 ボックスティが添えられることもあるように、普段の朝食などとして供される場合もある。さらに、朝食に限らず、夕食に供される場合まである。要するに、特にアイルランドの北部において、ボックスティは定番の料理の一つである。アイルランドでは1586年に、ジャガイモの栽培が始まって、以来、伝統的にジャガイモが食べられてきた歴史があり、ジャガイモの不作などが原因で、 19世紀半ばには、ジャガイモ基金すら発生したほど、アイルランドにおいてジャガイモは普及した食材であった。なお、21世紀に入った2009年時点においても、アイルランドにおいてジャガイモは主要な農産物の一つであり、2009年には、約36万トンの収穫があった。ボクスティは、アルスター地方の伝統的なジャガイモ料理として知られている。ただし、古来の故障は、 ボクスティではなく、スタンピーであった。アイルランドの調理器具である、グリドルと呼ばれる鉄板で焼き上げて作られてきた。ただ、2013年現在のアイルランドでは、バターなどの油脂と共にフライパンなどで焼き上げるだけで食べられるようになっている。既製品のボクスティも販売されている。この半完成状態のボクスティ製品は、やはりアイルランド北西部において多く見られるという。 ジャガイモの芽の部分は人にとって有害なので確実に除去することが望ましい。バッターだったり、菜種油であったり、ベーコンの油であったりといろいろな場合がある。ただし、当然ながら食用の良しでなければならない。ABCDFGHI 松井由美子、家庭で作れるアイルランド料理 P30 川で、 初防震車2013年1月30日、発行 ISBN978 から4から309283579、松井由美子。家庭で作れるアイルランド料理 P27 川で、初防震車2013年1月30日、発行 ISBN978 から4から309283579、松井由美子。 家庭で作れるアイルランド料理 P24 川で、初防審者2013年1月30日、発行 ISBN978 から4から309283579にのみや書店編集部、データブックオブザワールド P325 にのみや書店2012年1月10日、発行 ISBN978 から4から817603586、松井由美子。 家庭で作れるアイルランド料理 P26、P30 川で処方審者2013年1月30日、発行 ISBN 978から4から309283579。ありがとうございます。